緊張してるのか。緊張してる。質問考えてる。あ、はい、大丈夫。大丈夫。大丈夫。怖がなくていいよ。はい。今日は練習を見学させていただきまして、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。山岸選手に質問があります。はい。山岸選手にとってサッカーとは何ですか？サッカーとは、自分の人生のほぼ、もうサッカー始めて27、8年経ってるので、自分のサッカー、人生の中でね、切っても切り離せないものだし、これから自分が人生先にある上でも必ず自分の生活の人生の一部にあっておきたいものですね。あんなに練習が大変なのにサッカーをやめようと思った時はないんですか？サッカーをやめようと思った時は正直なところないです。逆にサッカーをやめちゃった自分、自分からサッカーを取り離しちゃった自分が想像できないし、そういう自分が逆に怖いかもしれない。だからサッカーをやめようと思ったことはないですね。やっぱり勝ちにこだわる姿勢ですかね。姿勢、スタンス、気持ち、いろんなものがあると思うんですけど、やっぱりそのモンテディオというクラブが J1 に行くために、今のメンバーで J1 に行くために必要なのはやっぱり一試合一試合の勝ち点3なので、勝ち点3を取ることにこだわって試合に臨みたいと思いますし、試合の90分の中でも、それが体現して試合終了の笛が鳴った時にスタンドの皆さんとチームメイトとみんなで笑顔になれるような結果を出したいと思います。そのために一番大事なことってどんなことだと山岸選手お考えでしょうか？一番大事なこと、はい、勝ち点3を取るために一番必要なことです、ね、はい、自信です。自信がなきゃ勝てないです、はい。7月20日、ギラバンツ北九州戦は、山の上町、湯沢町の町民応援でになってますので、ぜひ町民の方にスタジアムに足を運んでいただきたいと思います。また僕自身が、浦和で一緒にやったメンバーも相手チームにいますので、その選手も含めて北九州には絶対負けられないなと、そういう気持ちあります。ぜひ熱いサポートスタジアムで選手に送っていただけたらと思います。よろしくお願いします。いきなりだったカメラ回ると噛むんだよ俺記者さんに話すのは楽なんですけど、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。頑張ってね。頑張ってね。ありがとうございます。頑張ってね、中学生。はい。